ステライルニュートリノは重力を除く標準模型のその他すべての基本的な力と相互作用をしないとされる仮説上のニュートリノ。右手系のニュートリノ、左手系の反ニュートリノを指すことが多いが、ステライルニュートリノが何種類あるのかはまだわかっていない。これまで行われたすべての実験結果は誤差の範囲内で生成され観測されたニュートリノが 左手系のヘリシティが一方だけというのは粒子の相互作用の標準モデルが成り立っていることを示す。ところが近年のニュートリノ振動のような実験結果はニュートリノがゼロではない質量を持ち標準モデルでは予想しないまだ知られていない新しい物理学があることを示唆する。右手系のヘリシティを持つニュートリノと左手系のヘリシティの 反ニュートリノの予期しない質量は、粒子が高速で移動していなければ、ヘリシティが必ずしも相対的普遍にはならないからと説明される。いまだに左手系のニュートリノしか観測されておらず、反ニュートリノはすべて右手系である。カイラリティは粒子の基本的な性質、相対論的な普遍量であり、それはすべての参照モデルでの粒子の速度と質量と、 同様に疑うべくもない。残る問題は、ニュートリノや、反ニュートリノが、カイラリティだけで、区別できるか、あるいは、右手系のニュートリノと、左手系のニュートリノは別々の粒子として、存在するのか、ということである。ステライルニュートリノは、ニュートリノの質量が例でないという観測結果により、新たに存在が予測されるようになった、未検出の粒子である。 弱い力と重力で相互作用をする通常のニュートリノと違い、重力のみで相互作用すると予想されている。銀河団の喪失量の大部分を担うダークマターの候補でもある。このような性質の粒子は強い相互作用及び弱い相互作用についての一重項表現に現れる。これらの弱超電荷、弱愛ソスピンそして電荷はゼロである。 左手系の反ニュートリノの量子数は BL が1かつ X が5である。ステライルニュートリノは重力と相互作用するため、もしそれらが十分に重ければ冷たい暗黒物質または温かい暗黒物質の候補と考えることができる。SO のようないくつかの大統一理論ではそれらはゲージ粒子とも相互作用する。 この時のゲージ粒子は極端に重いので、このゲージ相互作用のエネルギーは極端に抑圧されている。すべての SU のチャージ、または量子数はゼロであるゲオルギー、グラシャオンモデルのような他のいくつかのガツにはステライルニュートリノは現れない。2014年の観測でステライルニュートリノ発見の可能性と報じられた X 宣言の一つであるペルセウスザギンガ団。 ステライルニュートリノは、リラック質量を通して、通常のニュートリノと混合し得る。ステライルニュートリノ及び通常のニュートリノはまた、マヨラナ質量も持ち得る。マヨラナ質量を持つニュートリノは二重 β 崩壊中に、現れると、マヨラナ質量を組み崩壊過程の周状態に、出現しないため、ニュートリノの存在しない二重 β 崩壊の検出が、 マヨラナ質量を持つニュートリノの存在を証明する可能性がある。あるモデルではディラック及びマヨラナ質量は通常のニュートリノ質量を押し下げるシーソー機構で使われステライルニュートリノを標準模型の基本的な力と相互作用する通常のニュートリノよりもかなり重くする。またあるモデルでは重いニュートリノはガッツスケールと同程度の重さを持つ。 他のモデルでは、それらは、ニュー MSM モデルでは、ジェブからケブの間の質量を持つ W 及び、Z ボソンよりも軽い。軽いステライルニュートリノは、LSND 実験の結果を可能にする説明として、示唆された。2007年4月11日、フェルミラボでのミニボーネ実験の研究者は、そのようなステライルニュートリノの存在を支持する。 どのような証拠も見つからなかったと発表した。より最近の結果と分析では、ステライルニュートリノの存在がいくらか指示されている。2014年6月24日、NASA のチャンドラ、欧州宇宙機関の XMM ニュートンが、70個以上に、及ぶ、距離1億数十億光年の銀河団の、X 線を観測した結果、X 線に含まれる気線に、 これまでに知られている物質のものに当てはまらない波長のものが含まれていたと発表した。この結果をハーバード大学スミソニアン天体物理学センターの研究チームがこの気線はステライルニュートリノが崩壊した兆候かもしれないとした。ありがとうございます。